皆さんこんにちは。今回はこちら、日本のおやつでよく食べられている甘栗をご紹介したいと思います。こちら甘栗、栗なんですけれども、日本ではですね2000年以上前から食べられていたと言われていて、海外で有名なのですと、モンブランですとかマロングラッセとかでも使われていますよね。でですね、甘栗はですね、剥いた栗をお鍋で煎ってですね、栗の甘さを引き立てた、気軽に食べられるおやつになっています。ではですね、早速ちょっと食べてみたいと思います。私もすごく甘栗大好きで、本当にしょっちゅうまとめ買いして買ってるぐらいすごい好きなんですけれども、あ、すごくいい匂いがしてきましたね。よいしょ。では早速食べてみたいと思います。雪栗になっているのでもう気軽に食べられちゃいます。ではいただきます。やっぱ美味しいですね。やっぱり甘さが引き立っていて、すごく優しい味がして、本当に日本ならではの味なのかなっていう感じがしますね。結構甘栗は露店で販売されているものも結構多くてよく見かけるんですけれども、やっぱり露店だと近くを通るとすごく香ばしくて美味しい匂いがするので、ぜひぜひ露店で見かけた際は出来たてを食べてみてください。こうやってですね、パッケージになっているものもあるので、露店だけじゃなくてスーパーとかにも気軽に売っているものになるので、ぜひぜひ皆さん見かけた際はゲットしてみてください。それではですね、こういったおやつのご紹介でした。日本の旅行をぜひ楽しんでください。バイバイ。